どうもこんにちは。定期テスト対策チャンネルのひろしです。さて本日は Digging into Mystery、クラウン1のレッスン4の1ですね、の定期テスト対策をやっていきたいと思います。ページとしては60ページに当たりますので頑張っていきましょう。さてさて、流れとしては授業前に一言勉強のポイント、本文和訳、重要単語、そして重要ポイントという流れでいきたいと思います。ではまず授業前に一言でございますが、今回からですね、クラウン1、高1のやつですね、のレッスン4を扱っていきます。はい、レッスン4のタイトルとしては、Digging into Mystery という、海外の高校生にですね、縄文文化についてプレゼンをするというお話でございます。はい。で、ちなみにこのレッスンでメインで使われている、メインで確認したい文法事項としては、過去完了、過去完了、進行形でございます。はい、いつも授業前確認することですが、定期テスト前ギリギリという方に関しては、勉強のポイントを踏まえて、全体を理解ですね。和訳を見ながら全体理解をし、あとは音読あるべしと。はい。で、時間があるよって方に関しては、全体を理解した後、最後にこだわっていきましょう。単語をインプット、一文ずつ、重要ポイントを学習。そして、全体に戻り、音読を最低でも10回という形で進めてください。では、勉強のポイントいきます。はい。本文は、一人目の縄文時代の紹介プレゼン。であることを理解しましょう。で、二つ目、単語重要ポイントをインプットしましょう。そして三つ目、過去完了、過去完了進行形について理解していきましょう。というわけでございます。では、本文いきたいと思います。まず序章から、Four Japanese high school students from Aomori are visiting their sister school in Sydney, Australia. はい。青森から4人の日本の高校生がオーストラリアのシドニーにある彼らの姉妹校を訪れています。うん。はい。They are on a study tour to learn about Australian history and culture. はい。彼はオーストラリアの歴史や文化について学ぶ研修旅行に参加しています。ほうほうほう。はい。They are going to give a presentation about Japanese prehistory. うん。彼は日本の戦死時代についてプレゼンをすることになっています。はい。Shota will be the first speaker. Shota は一人目の話での予定です。はい。じゃあ、ここからショートが話するとこなんでしょうね。はい。本部行きます。はい。First introduction. Dog and Australian cat paintings.はい、紹介、土偶搭載の洞窟の壁画、書いてますね。はい、行きます。はい。Good morning! Yesterday you introduced us to some examples of Australian prehistoric paintings. はい、おはようございます。昨日、あなたたちは私たちにオーストラリアの戦死時代の、まあ、絵画、まあ、壁画でしょうね、のいくつかの例を紹介してくれました。We were very impressed. 私たちとても感動しました。Some of the paintings reminded us of Japan's prehistoric artworks. はい。その絵画のいくつかは、私たち日本の戦時代の遺物を思い出させてくれましたよと。うん。The photo on the left is an example of the ogre. はい、その次第の写真は土偶の例です。見てますね。はい。There are some figures created in the German period. はい、それらは縄文時代に作られた土偶、まあ、土器の像です。見てますね。はい。The Australian cave paintings on the right is probably older. 右のオーストラリアの 洞窟の絵画、まあ、壁画ですね。はおそらくより古いです。はい。There are something strange and mysterious about both these prehistoric artworks. うん。両方のこれらの戦地時代の遺物には奇妙で非神秘的な何かがあるよと言ってますね。You can't take your eyes away. はい。あなたは目をそらすことはできませんと言ってますね。In a moment, we'll tell you more about Japan's mysterious little dog. はい。すぐに私たちはあなたたちに日本の、神秘的な小さな道具についてもっともっと話をするつもりですって言ってますね。なるほど。その前に何かやるんでしょう。But first, we'd like to share with you what we've learned about life in the German period. しかし、まず私たちはあなたたちと縄文時代の生活について学んできたことを共有したいと思います。なるほど。道具の前に生活だと。はい。Incidentally, the German period gets its name from the rock pattern that appears in its pottery. はい。ちなみに縄文時代はその名前を、その時代の陶器に現れる縄の模様から取ってます。なるほど、なるほど。はい。People have found German artifacts all over the all over Japan. 人々は日本の至るところにある縄文時代の遺物を探してきましたと。うん、なるほど。Misaki, our next speaker, will tell you about what was discovered at one of the most important sites. 三内丸山できません。はい。私たちの次の話である Misaki は、あなたたちに三内丸山遺跡とも言う最も重要な場所の一つで
発見されたものについて話すでしょうと言ってますね。はい。で、これでまあ最初のさ、ファーストスピーカーですね。誰だったっけ、翔太ですかね。はい、翔太のファーストスピーカーが終わったという話でございます。はい。で、重要単語行きましょうか。はい、dig, iron, fall ですね。はい、ミステリー、なんか神秘という意味でしょう。はい、シドニー。まあ、シドニーです。プレゼンテーションは、まあ、プレゼンですね。発表とかです。はい、プレヒストリー。はい、これ、戦士時代という意味でございますね。はい、イントロダクション。はい、紹介ですね。はい、ケーブ。はい、洞窟。続いて、プレヒストリック。はい、戦士時代のという形容詞です。はい、インプレス。何々を感動させるという動詞ですね。アーティファクト。はい、これ、異物とかですね。はい、アーソン、これ土器という意味ですね。はい、ミステリアス、神秘的な。インシデントは、はい、ついでにとかちなみにという意味ですね。次はパラロンは柄とか模様ですね。はい、コーダル意味、これは陶器ということですね。はい、もちろんですね、単語なんでいろんな意味があるんですけれども、本文中でこういう意味で使われてますよというのを確認してください。はい、では重要ポイントいきまーす。まず1文目。Four Japanese high school students from Aomori are visiting the their sister school in Sydney, Australia. はい、まあまあまあ、部分部分切りながらやっていきます。まずこの部分ですね。For Japanese high school students from Aomori。まずここまで理解しましょう。はい。Aomori から4人日本の高校生が、にゃーにゃーって書いてますけど、これ長いんですけど、ここまでが主語です。はい。そして続いて、are visiting their sister school in Sydney, Australia って書いてますね。はい。ここがまあ、そこから動詞に当たるとこなんですけれども、まずシスタースクールっていうのは、姉妹校のことです。はい。で、姉妹校って何って言ったら、まあ、いろんな姉妹校の定義があるんですけど、まあ、親善とか研究の交流目的で、特別に親しい関係に二つの学校のことを言ってて、またですね、まあ、同一大学の、付属校みたいなのもありますね。早稲田とか慶応とか、まあ、日大とかもあると思うんですけど、こういう付属校同士のことも姉妹校って言ったりもします。はい。で、続いてですね、インシドニー、オーストラリア。これ、オーストラリアのシドニーのって意味ねんなんですけれども、もうここちょっとちなみにですね、紹介しておきます。はい。これね、住所の書き方って、英語と日本語って逆なんですよ。はい。日本語はですね、東京都港区赤坂みたいな感じで、こう、広い範囲から狭まっていくって感じですね。で、英語に関しては、赤坂、港区、東京みたいな感じで、狭いとこが広がっていくイメージです。はい。ここにも書いてますけど、日本語は目的地に向けて、どんどん視野を絞っていくイメージ。なんで、広い、狭いっていう順序で書きます。で、英語は逆で目的地がどんどん視野を広げていくイメージです。狭い、広い、逆方向です。まあ、こういうですね、日本語と英語の違いを学ぶっていうのも外国の勉強なので、まあ、こういうのも理解していきましょう。はい、じゃあ続いて2文目。They are on a study tour to learn about Australian history and culture. はい。They are on a study tour. ここまで理解しましょうか。まず。彼らは研修旅行の最中です。参加している途中です。みたいな感じですね。はい。be on 何々ってやつが何々に参加しているっていうふうに理解しましょうか。はい。そして study tour。まあまあまあですけど、まあ勉強するツアーですね。研修旅行とかいうふうに理解してください。はい、続いて to learn about Australian history and culture。これ次の場所ですね。はい。ここはですね、to v って表す動詞の形容詞的用法になります。なので、ここの塊ですね。この塊が前の study tour ですね。ここのスタディートゥアー、ここを、後ろから補足説明してますよってことですね。つまりどういう風に言うかっていうと、オーストラリアの歴史や文化について学ぶための研修旅行だって言ってるわけです。OK でしょうか。はい。続いて3文目。They are going to give a presentation about Japanese for history. はい。まずここまで理解しますよ。はい。They are going to give a presentation. はい、ここまでです。はい。はい。ここは be going to v って書いてますね。はい。まあ、これは中学校でもよくやってきたものなのでわかると思うんですけど、まあ、v することになってるよっていうことを表すことですね。はい。続いて、プレゼンテーションは、まあ、日本語にもなってますからね。まあ、プレゼンとか発表という意味です。はい。続いて、about Japanese prehistory。はい。日本の戦士時代についてという意味ですね。はい。これは、これ自体が形容詞の塊となって、名詞、あ、プレゼンテーションを後ろから補足説明してます。なので、この塊ね、この塊がここに補足説明してる。はい。説明してるよってことですね。なので、日本の戦士時代についてのプレゼンってことですよ。はい。
4文目ですね。Shota will be the first speaker ってありますね。はい。ここは特にありませんので、次言いましょう。はい、5つ目、5文目。Introduction, 道具 and also I have painting と言ってますね。はい、Introduction は紹介という意味でございます。はい。そして、cave paintings。まあ、これ、洞窟の壁画。ということですね。はい。続いて、6文目。Good morning. Yesterday, you introduced us to some examples of Australian prehistoric paintings. 言ってますね。はい。まず、理解すべきところは、ここ。You introduced us to some examples. はい。introduce A to B っていうのがあるんですけど、まあ、A を B に紹介するってことなんですけど、まあ、なんで、これ直訳すると私たちをいくつかの例に紹介したってなるんですね。はい。まあちょっと気持ち悪いと思うんですけど、はい。いくつかの例に紹介してくれたってあるんですけどね。はい。まあこれはですね、B に当たる部分、Some example of Australian prehistoric paintings って結構長いんですよ。なので A と B の順番を変えたって捉えるのが適切なんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、これについて深く理解したい方に関してはですね、一応ですね、introduce A to B のこう A と B に関しては、ネイティブ的には関係ないイメージなんですね。はい。なので A と B を引き合わせるくらいに考えておくと良いと思います。はい。ここの場所とここの場所が、別に順番どっちだろうが、A と B を引き合わせてるんですよっていう意味ですね。はい。で、一応参考文献としては、誰を誰に紹介するの、イントロデュースの語順は意味がないっていうのは、テキストの方には貼っておきますので、ぜひぜひ見てみてください。面白いですよ。はい。では続いて、はい、Over of Australian Prehistoric Paintings。はい、これはですね、形容詞句として名詞の some example ですね、を後ろから補足説明してますよということですね。はい。なので、この塊が、ここの、三文エグザンポを、説明してるよと言われてございます。はい、続いて7文目。We were very impressed. はい、be impressed. 感動した、感銘を受けた。みたいな感じですね。impress 何を感動させるって書いてますね。はい、ここでは深く説明しないんですけど、こういう感情系の英語の動詞ですね。ってのは、すべて感動させるとか、驚かせるみたいな感じで、物が私たちに何か影響を及ぼすみたいな感じに書いてるんですね。なので、自分が感動したと感動を受けたっていう形で書くときは、受動態で書くことが基本ですので、これは理解しておきましょう。はい。8文目。Some of the paintings reminded us of Japan's prehistoric art works. はい。まずここまで。Some of the paintings reminded us of 何々何々。はい。で、まず、some of 何々っていうのは何々のいくつかという意味ですね。そして、remind A of B。まあ、知ってる人もいると思うんですけど、A に B を思い出させるという意味でございますね。はい、続いて、Japan's prehistorical artifacts。はい。これ、アーティファクトっていうのは、まあ、異物とか人工物は工芸品という意味でございますね。はい。続いて、9文目。The photo on the left is an example of dog って書いてますね。はい。まずここまで。The photo on the left って書いてますね。これまあ左の写真って言ってますね。はい。で、これ教科書の方ではこの写真は左側に載ってますので、ぜひぜひ教科書で写真を確認してみてください。はい。まだ教科書を確認、購入してみたいよって方に関しては、こちらに書いてますので、また見てみてください。で、続いて、こっちですね。これね、この CF って書いてあるじゃないですか。これ、コンファーって意味なんですね。参照するって意味です。なんで、コンファーフォトファンって書いてあるんですね。はい、写真1、参照ってことですね。はい、続いて、10文目。There are earthen figures created in the German period. で、ニョニョニョって書いてますね。はい。これはですね、まずここまで。They are earthen figures って書いてますね。はい、これはですね、earthen っていうのはですね、土器って意味ですね。フィギュアってめっちゃいろんな意味あるんですけど、まあ、姿とか形とか枠とか、あと数字とかって意味あるんですけど、まあ、今回はまあ、あれですね、まあ、姿を取った像みたいな感じで理解すると良いでしょう。はい。で、一応ですね、アーソンフィギュアーズってこの二つの塊で土偶と訳すことが多いです。はい、続いて、何々 created in the 縄文 period。はい。で、これはですね、この created っていうかね、過去分詞ですね。VPP って言ったりするんですけど、まあ、VPP は過去分詞ですよ。パストパーティクルって言うんですけど、これ名前じゃ別にどうでもよくて、この記号は過去分詞ですよと理解しておくといいです。で、これが形容詞の役割をしていて、この前の動詞、名詞ですね。この earthen figures。はい、ここに、説明を加えてますよ。というわけです。はい。
なので縄文時代に作られたアースンフィギュアスと言ったわけです。はい。続いて、はい、ここですね。この C ってのはこれ英語じゃないですね。これそもそもラテン語の、これ読み方よくわかんないですけど、シルカですかね。はい。これ金字って意味なんですよ。はい。この禁止っていう、意味。これ、だからここ、約みたいなもんですよ。約、アバウトみたいな感じ。約、1万1000年生。で、BC っていうのはこれ、紀元前ってことです。はい、歴史やってる方はわかると思うんですけど、before Christ ですね。キリスト誕生以前っていうことを指してます。はい。なので、紀元前約1万1000年から紀元前約500年までの話ですよ、ということを言ってます。はい、続いて11分目。The Australian cave paintings on the right is probably older って言ってますね。で、そしてコンファフォト2って言ってますね。はい。The Australian cave paintings on the right。はい、これ長いですけど、ここまでが主語です。はい。で、on the right、まあこれは右のってことですね。はい、先ほどの on the left と同じように、教科書ではこの写真は右側に載ってますので、教科書確認してみてください。で、そして続いて、is probably older って書いてますね。はい。probably ってのはおそらくとか多分。で、older っていうのは、まあ、old の比較級、より古いってことでございますね。はい。で、そしてここは先ほど出てきたのに、comfort for to ということですね。参照するという意味でございます。はい、続いて12文目。There is something strange and mysterious about both these prehistoric artifacts 出てますね。まず理解すべきはここまで。There is something strange and mysterious。まずここまでですね。はい。分かってる通り、there is 何々、これ中学校でもよく出てくるやつですが、何々があるという意味でございますね。で、そして、something, にゃうにゃ、何々な、何かってことですね。はい。something って、まあ、変わった名詞でございまして、一語も形容詞でも後ろから補足説明をするという特殊な名詞です。はい。普通はですね、一語の場合っていうのは、good boy みたいな感じで、前から形容詞が変わるんですよ。でも、something の場合は、something hot とか、something cool みたいな感じで、後ろからかかるんですよ。今回も、まあ、これ二つ以上になっちゃってますけど、something strange っていう風にかかってますね。something strange。こんな風に、後ろからかかる。一語であっても後ろからかかる。というルールがあるので、ぜひ覚えておいてください。はい、続いて、strange とは奇妙な、ミステリアスなシンプルな、ってことですね。はい、続いての塊。about these prehistoric artifacts。はい、これらの先史材の遺物についてということでございます。はい、続いて、13文目。You can take your eyes away って言ってますね。はい。take one's eyes away。はい、目をそらすという意味でございますね。OK でしょうか。はい、続いて14文目。In a moment, we'll tell you more about Japan's mysterious little dog と言ってますね。まず、in a moment って言ってますけれども、これはすぐにという意味でございますね。そして、続いて、We'll tell you more って言いますけれども、これは私たちはあなたたちにもっと話をするつもりなんですってことですね。で、何についてって気になりますよね。はい、後ろに書いてます。About Japan's mysterious little dog。日本の神秘的な小さな道具についてということでございますね。はい。では、15文目。But first, we'd like to share with you what we've learned about life in the German field. はい。まず、ここまで。But first ですね。はい。しかし、まず。まず何すんねんってことですね。はい。これ何したいんだって後ろに書いてます。We'd like to share with you. 私たちあなたと共有したいってことですね。はい。理解しておくべきは、would like to be。はい。V したいですね。あともう一つ。share A with B。A を B と共有するというふうにございます。はい。で、今回この A に当たる部分ですね。これ長いんですよ、A に当たる部分。ここですね。ここからここまでなんですよ。OK ですか？なので、長いので、この B の後ろに、この、あれですね、A の部分を書いてあるというのを理解していきましょう。じゃあこの A の部分を見ていきますよ。What we learned about life in the 縄文 period と書いてますね。はい。What SV。What SV ですね。S が V したことってことございますけれども、まあ先行者を含んだ関係代名詞ですよ、これ。はい。What イコール the thing which とか言ったりしますけれども、S が V したことってことですね。S が V したこと。今回であれば、私たちが学んだことってことございます。で、後ろから about life in the 縄文 period っていうのは、プラスでここからかかってるだけでございますね。はい。じゃあ続いていきましょう。16文目。Incidentally, the 縄文 period gets its name from the rope pattern that appears in its pottery って言ってますね。
はい、まずインシデントリー。はい、これちなみにとかついでにっていうのがありますね。続いて、縄文ペリオド get its name っていきますね。はい、縄文時代はその名前を得てますっていうことですけど、まあ、ここから由来ですよっていうふうに言ってますね。何から由来なのかっていうと、ここ。from the rope patterns。 はい、これは縄の模様から来てるよって言ったらいいんですね。はい、縄の模様ですね。で、縄の模様って何の縄模様なのかって言ったら that appear in its pottery って言いますね。その時代の陶器に現れている縄の模様から、縄文時代という名前が来てるというわけでございますね。はい、でこれ自体は、主格の関係代名詞 that とか使われてますね。はい、なのでこの the rope patterns、 これは後ろからこう形容詞的に説明をしているよとでございますね。はい、続いて、アピアはバラバレで、ポテリは陶器、理解しておきましょう。はい、17文目。 People have found German artifacts all over Japan って言ってますね。はい、重要ポイントはここで言っておきましょう。 People have found German artifacts。 はい、人々は縄文時代の遺物を探してきましたってことですけれども、Have プラス VPP ですね。ここ現在完了ですよ。はい、で、まあ、いつも言うことですけど、現在完了って日本にはない時制ですね。はい、日本語にはない時制なので、イメージとしては過去から現在につながっている時間感覚なんですね。はい、イメージで言えば線の感覚ですよ。過去から現在に、つながっている線です。はい、なのでこれは過去から、過去のどの時代からわかんないですよ。どの時代からわかんないですから、それが今にもつながっている、今につながっている時制です。はい、だから過去からやってきて今も探してますよっていう風に言ってます。 OK ですか。はい、18文目。はい、Misaki, our next speaker, will tell you about what was discovered at one of the most important sites, Sanai Maruyama と言ってますね。はい、まずここまで理解ですよ。Misaki, our next speaker, ここまで。はい、これ同格のカンマってやつで、つまり Misaki, our next speaker, これ補足説明です。はい、OK ですか。なので、私たちの次の話である Misaki って言ってるわけです。で、続いて、あ、まあ、ここまで主語ってことですよ。はい、続いてですね。はい、何々、will tell you about what was discovered. 言ってますね。はい。まあ、これは tell A about B ってやつですね。はい、先ほども出てきたやつですけれども、A に B について話しておきます。はい、あなたにこれについて話しておきます。で、これっつうのは、発見されたものってことですよね。はい。で、これも先ほど言ったように、what, s, v, s が v したこと。まあ、先行職君な関係代名詞ってやつですね。はい、続いて、at one of the most important sites, 三内丸山と言ってます。はい。これは、one of 何々、何々の一つと。まあ、サイトってのは場所のことですね。はい。で、大事なのはこのマークですよ。このコロン。OK? コロンっていうのは前の文の補足説明をする役割。まあ、具体例でもいいです。をする役割ですね。はい。なので、one of the most important sites。はい。重要な場所の、最も重要な場所の一つの例として、三内丸山というのを出してるわけです。OK ですか?これの補足説明。OK ですか?はい。という、全体の、お話でございました。はい。これで全て終了になります。クラウンは高1、レッスン4の一番最初のやつですね。Digging into Mystery P60 ページですね。お疲れ様でした。はい。過去完了や過去完了進行形だけでなく、まあ、知らない熟語とかですね、構文とか出てきたりして、まあ、単語レベルも徐々に上がっていきますね。中学時代よりは。はい。徐々に上がってきて、まあ、ちょっとずつ苦戦してるんじゃないかなと思います。はい。なので、復習や音読をするのを忘れなくしてください。はい。授業前にところでもお話ししましたが、定期テスト前ギリギリの場合は、まずは全体理解をし、そこで音読をしていってください。はい。で、細部にこだわる時間はないと思うので、まあ、それで終わる、入念にやっておくということでございますね。はい。で、まだ時間があるよってこと、方に関しては、全体理解の後、細部にこだわっていきましょう。細部、単語をまずインプット。そして、一部図14ポイントを理解ですね。その後、全体に戻って、音読を最低の10回やっていくと良いと思います。はい。では、最後まで見てくださって、ありがとうございました。またお会いしましょう。定期テスト頑張ってね。じゃあねー。バイバイ。